内炎牢での娘コルネリアと夫ピーテルクノール及び家族の肖像。1665年、ヤコブ・コーマンがコルネリス・ファン内炎牢では、平戸・オランダ召喚の第五代召喚長で1623年から1633年までその職にあった。内炎牢では1607年にアジアに着任し、オランダ東インド会社のいくつかの職を経験し、 1622年には台湾から中国沿岸への遠征隊にも加わった。1623年より平戸にてオランダ省艦長を務める。1628年台湾事件が発生し、解決までの4年間、日蘭貿易は停止した。この事件の解決にあたり、幕府関係者に多大な贈り物がされたが、内縁道ではこの日本的慣習が気に入らなかったようである。 在任中に、トケシオという日本女性と結婚して、エステルを設け、五千零名、スリシアという日本女性と結婚し、婚欠の娘コルネリアを設けた。1633年、バタビアに戻る直前、内炎牢では、平戸にて死亡した。その遺言に従い、コルネリアは、バタビアで養育された。そこで、東インド会社の上級職員であった。 ピーテルクノールと結婚し10人の子供を産んだ。1672年にオットクノールと死別。1682年に裁判官のヤンビッテルと結婚し、オランダに移住した。ありがとうございます。